演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はチラッ、チャンネル登録よろしくお願いします。チラッ、業務スーパーの4種類の冷凍チーズケーキバーを食べたいと思います。だから小さい割に冷凍なんですよね。冷凍にするより常温ですぐにパクパク食べたいような気もしますが、それでもあえて冷凍にしてるのは何か意味があるのかな。ではとりあえずまあ中身を見てみましょうか。なんかチーズケーキってこういうチョコアイスありますよね。どうしてわざわざチーズケーキをチョコで、まあ、食べてみればわかりますかね。ではいただきます。アイスの方がやっぱり近い気がするな。それにチーズケーキってでもそこまでチーズが、いやそれはあるか。最初に食べたこのチーズケーキバーバニラ、これが一番シンプルで、チーズの濃厚な酸味とバニラのほのかな甘さが口の中に広がってきて美味しかったです。で、外側のチョコレートはちょっとコーティングされてるので、ちょっとパリッとした食感も味わうことができるんですが、やっぱりこれアイスの方が近い気がしますね。ケーキとは違うかなと思います。冷たいままにしてアイスで食べる方がいいかもしれませんね。で、チョコレートは中のチョコレートは濃厚なんですが、ちょっと外側のチョコレートはちょっとチョコレートがしっこいかなという気がしました。なのでチョコレートをもうちょっと控えめにしてもらいたいですね。それよりだってそこからチョコレートにしてもらうのはちょっと疑問なのですが、で、このストロベリーは甘酸っぱいイチゴの香りが口の中に広がってきてでも美味しかった。これが一番この4つの中では美味しかったですね。そして最後のこのココナッツ、これはバニラとあまり差がなかったですね。ココナッツのシャリシャリとした食感があるのですが、それだけでちょっとココナッツなのにはちょっと弱い気がしました。なので今回の一覧はストロベリーですね。そのストロベリーを代表でこちらの点数とさせていただきます。そう、森林浴、金曜来るまでできないや、金曜日まで天気が悪いってことなんでしょうね。ほんと天気なのですからね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞、演舞。